おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょう。ついに第4回だか第5回だか忘れましたが、絶望裁判が始まりますねっていうところです。で、容疑者が2人、ふみちゃんときよこちゃん、どっちかなってとこですけど、だけど、どう考えてもふみちゃんだと思う。いや、まだわかんないけどね。私の推理的にはふみちゃんだと思う。よし、じゃあ暴いていきましょうね、真実をね。絶望裁判開始。今回の問題、理事長に対する事件の犯人の正体と動機を暴け。さあ、とりあえずちょっと回答文だけ先に見ようか。はい、行きます。ドッペルゲンガーであるふんは、理事長のふんに不満を感じていた。一連の事件を起こした目的は理事長のふんことで、それが理事長へのふんになると考えたからだった。なるほど。とりあえず一応カードちょっと見ていくか。理事長以外を襲う気はありましたか？あなたは理事長を本当に殺す気でしたか？あなたは理事長に不満がありますか？あなたは理事長の娘ですか？あなたは理事長と話したことがありますか？これ結構確信じゃない？あなたは理事長の娘ですか？おい、確信に迫る質問。イエース！もうこれふみちゃん確定じゃねえか。で、一応新しいカード引いて、どういう質問か見て回答文ちょっと答えてみようか。もう、理事長はあなたのことを認めていますか？聞いてみる？聞いてみようか。あ、確信に迫ったね。これノーじゃないの？ノー。なるほど。認めてもらいたくて生徒会長にもなったけど、全然認めてもらえないっていう、あなたの娘として誇りになれるように頑張ってるけどみたいな、そういうことかな。いや、けなげすぎるな。さあ、ちょっとレベル3のカードも一応見てみようか。あなたは理事長に大事なものを奪われましたか？どういうこと？どういうこと？それはちょっとよくわかんない。聞いてから回答する？どうする？え、どうしよう。ちょっと聞いてみていい？イエス。え、大事なものを奪われたってどういうこと？何？アイデンティティとかっていうこと？なんだろう。とりあえずじゃあもう回答してみようか。今すぐ答えます。ドッペルゲンガーである黒木文は、理事長の何に不満だろう。学園の経営方針、娘を生徒会長にしたこと、自由を許さない姿勢、頼りない姿。ちょっと待って。あ、これ、あ、戻れない。戻れないか、これは。学園の経営方針じゃない？で、一連の事件を起こした目的は、理事長の名誉を傷つける、秘密を暴露する、退任を促す、期待に応える。え？理事長の、ちょっとわかんねえ。あ、退任を促す、名誉を傷つける。ちょっととりあえず名誉を傷つけるにしといて、それが理事長へのんになると考えたからだった。償い、復讐、貢献、恩返し。んー、いや、これか。どうなんだ。そんなにわかんねえ。え、これで違ったらどうなっちゃうんだろう。でも違うかもしれないけど、これかなって思うから、ちょっと答えるわ。あ、やべ、うわ、そんなにマイナスされる？マジか。
なるほど、一問だけ間違っているが、あ、はい、これが違うんだ。理事長の自由を許さない姿勢か。じゃあ娘を生徒会長にしたことに不満を感じていたら、清子さんだもんね。自由を許さない姿勢じゃない？名誉を傷つける。で、これが復讐。黒木文。どうだ？よし！まあ、間違ってんですけどね、一回。わあ！やっぱり文ちゃんなんだ。あ、S じゃん。あ、そうなん？成績、あ、結構、5ターンマイナスされたけど、成績 S だったわ。やったぜ。じゃあ、あっちがふみちゃんの本当の姿ってこと？じゃあ、ライフに消費して次進むか。もうあっさりだったな。黒木ふみさん、君がドッペルゲンガーの正体だ。嘘！まさか、あのノーネームの正体が生徒会長？こんな身近に有名人がいたなんて、信じらんない。その通り、私は生徒会長黒木文と同一人物よ。マジかよ、全然わからなかった。でもあなたほどの有名人がどうしてドッペルゲンガーになっちゃったんでしょう。私はずっと父に厳しく育てられてきたわ。自由なんてない、すごく窮屈な生活だった。そして高校生になった頃、私はふと気づいたの。このままずっと言いなりで生きていくのかって。そう思ったら今の自分が馬鹿らしくなって、自由に生きてみたいって思った。そんな時音楽と出会ったの。音楽は私にとって唯一自由を感じさせてくれるものだった。そして私は父に内緒で歌い手として活動を始めたの。もしかして名前や素性を一切明かさなかったのは理事長にバレないため？そうよ、歌い手としての活動は後々にファンも増えていって、全てが順調に思えた。でもそれは突然崩れ去った。ある日父に気づかれてしまったの。その時父は激怒して、音楽なんてお前の将来には悪影響でしかない、お前は言う通りにしてればいいんだと言い放った。そして目の前で私の大切にしていた楽器を壊したの。ひどい。自分の娘にそこまでするか。あの人はそういう人よ。音楽を始めてやっと自分の世界を手に入れたと思ったのに、それはまた奪われてしまった。その時私は父の言いなりで生きていくだけの人生に絶望したの。そして同時に怒りが湧いてきた。私というドッペルゲンガーは言いなりの人生への絶望と怒りから生まれたんだ。これが私の生まれた理由。だからあんなに理事長を恨んでいたんだね。そうよ、私がされたように父が大事にしている地位や名誉を壊してやりたかった。これは私から大事なものを奪った復讐なの。なるほど、確かに辛いですよね、人に反対される道っていうのは。でも反対されてもやればいいじゃないですか。それがフミさんが本当にやりたいことなら。気を悪くされたら申し訳ないんですが、理事長に認められないとやりたいことができないなんて、それってフミさんが自ら理事長に縛られているんじゃないですか？違う、父が私のことを縛っているのよ。これはあくまで僕の考え方なんですけど、僕は
自分の人生は自分のものだって思っています。他の誰でもない、親のものでもない。だからこそ自由だし、同時に責任は全て自分にある。今のふみさんはその全ての責任を理事長に押し付けている気がします。それはふみさんの人生はふみさんのものです。だからあなたの自由も幸せもあなたが責任を持って叶えられたらいいと僕は思います。私の人生は私のもの。そんなこと考えたこともなかった。それにあなたはなんて無駄なことをしてるんですか。あなたは音楽が好きなんですよね。だったら復讐なんかに時間を割いてないで、あなたのファンのために時間を割くべきじゃないんですか。そんな簡単に言わないで。私の父がどれだけ厳しいか。だから何度言えばわかるんですか。え、あなたは理事長の言う通りにしか生きちゃダメなんですか。それはほら、さっきも言った通り、あなたは自分から縛られてるじゃないですか。そんなにあなたが音楽を愛しているなら、理事長の反対なんて無視できるぐらいの覚悟を持つべきです。それができないくせに復讐だなんだと騒いでいるあなたは本当に音楽を愛しているんですか。私は音楽を本当に愛してるの。生徒会長、泣いてるの。ああ、シロが泣かせた。あんなきつい言い方するから。すみません。どうしましょう。さすがに言い過ぎましたかね。違うの。あなたの言う通りだわ。私、音楽を続けるのに父の理解が必要だって勝手に思い込んで、何とかして認めてもらわなくちゃって思ってた。でも今ならわかる。音楽を愛してるならどんなに反対されたってやればいい。そんな簡単なことなんでわかんなかったんだろう。ありがとう、気づかせてくれて。いえいえ、こちらこそ生意気なことを言ってすみません。私たちファンはいつも待ってるよ。会長の歌にいつも勇気をもらってるんだから。ありがとう。私もっと音楽を好きになれそう。よし、そろそろいいかな。今回の事件をまとめると、ドッペルゲンガーであるフミさんは父から人生を縛られ自由を奪われてしまった。その言いなりの人生への絶望と怒りからドッペルゲンガーを生み出した。そしてそんな父に復讐するために事件を起こしたというわけですね。これでドッペルゲンガーの正体と動機が暴かれた。てなわけで浄化といくか。それでは黒木ふみさんのドッペルゲンガーを浄化します。いい笑顔だね。浄化完了。やっぱりメガネしてない方がいいよ。曇ってるもん。あれ、ライフ2を消費して次のパートに進みますか。進みましょうか。まだ時間あるね。消費して進む。そしてふみさんのドッペルゲンガーは光となって消えていった。浄化完了です。なんだか生徒会長に対する印象が変わった気がする。今までは少し近寄りがたかったけど、話を聞いて少し親近感が湧いたかも。友達になれるかもね。そんなこと言ってファンとして近づきたいだけじゃないのか。違うよ。
ねえ、マチちゃん。マチちゃん？まさか図星か？うっさい！別にいいでしょ？そういえば、一つ気になっていたんだけど、今回の事件には明らかに協力者がいたはずだよね。ほら、彼女が理事長の銅像を壊していた時、突然誰かに後ろから消火器の粉をかけられて。そういやそうだったな。あれは一体誰だったんだろう。結局謎のままですね。何ごちゃごちゃ話してんだ。ここは喫茶店じゃねえんだぞ。すみません。それでは約束通り今回もドッペルゲンガーを浄化できたので記憶を戻しますね。やっぱり信之くんのドッペルゲンガーなのかな。母説濃厚だな。やっぱ天才だったのか、うちの母は。うん、じゃあ行くぜ。パチン。相変わらずビンタ。指の音が鳴った途端、俺は急にめまいがしてその場に倒れた。さあ、よし、みんな揃ったな。やっぱこの洞窟暗いな。そうだね。でも暗いから火が綺麗に見えそう。確かに。落ち葉も拾ってきたよ。おお、これならめっちゃ大きな火が作れるぞ。やべ、ワクワクしてきた。なあなあ、早くやろうぜ。修学旅行の時神社で見たあれ。ああ、願いを書いた紙もちゃんと持ってきたよ。ああ。ねえ、まさきくん。なんだよ。やっぱりやめない。何おじけづいてんだよ。大丈夫だって。でもおい、空気読めよ。せっかくここまで準備したのに。お前本当にやらないのか。ごめん、やっぱり俺はやめとくよ。そっか。俺洞窟の外で待っとくよ。了解。ザッザッザ。まさきくんたち大丈夫かな。すごい煙だ。誰か助けて。この声はまさか。たった。なんだこれ。あー、最初のシーンだ。すっげって煙を吸ってしまって体が。まさきくん、みんな待ってて、今助けを呼んでくるから。現場の状況から見るに、洞窟で落ち葉を燃やしたことによる一酸化炭素中毒ですね。3名は一命を取り留めましたが、2名は残念ですが。なぜこんなことに。やっぱり俺が止めておけばよかった。そうすればこんなことにはならなかったのに。あ、まさきくんは助かったの。まさき、一体誰がやろうって言い出したんだ、こんな危険なこと。それはこいつが最初にやろうって言い出したんだ。まさきくん、そっか。俺どうして。お前がやろうって言い出したのか。なんてことをしてくれたんだ君は。息子を返してよ。待って、俺はそんなこと。まさきくん、どうして。俺は一言もそんなこと言ってないのに。他の子も君がやったって言ってるじゃないか。言い訳をするな。そんな。まさきくん、これは君が。何言ってんだよ。全部お前のせいだろ。そ
な。どうして俺のせいじゃないのに、どうして友達だと思ってたのに。クソ、こんなのひどすぎるよ、ひどすぎる。そうだ、思い出した。この時の俺は信じていた友達に裏切られて、人との絆や友情に絶望したんだったっけ。クリア。はー、やっぱりもうすでに信之君はドッペルゲンガーを生んでいるね。それとも信之自身がドッペルゲンガーとか、どうだろうか。いやー、わかんないね。でも今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。繋がったね、ついに記憶が。でも結局自分自身が何者かっていうのはわからないね。いろいろ分かってきたところも多いが、分からないところもまだまだある。さあ、どういう展開になっていくんでしょうか。ということで、また次回お会いしましょう。おつぴよです。